どうも、ブランディングファイブの太陽と申します。オペラ歌手とホストと農家をやっております。お願いします。ブランディングファイブのカノンです。歯白くなりたいんで今日来ました。お願いします。じゃあ今回ホワイトニングしようと思ったきっかけを教えていただいていいですか？そうですね、同じ店舗のキャスト先輩ですかね、先輩の方がセラミック治療っていうんですかね、あれはなんていうかちょっと僕わからないんですけども、セラミックをなんか歯の方に施術されていて、暗い中でもすごく綺麗に歯が輝いて見えるんで、うらやましいなーってちょっと思ったんですけど、やっぱりちょっとまだそこ勇気が出ないというか、でもちょっとホワイトニングはしてみたいなっていうのももともと僕自身ちょっとあったんで、今回のトップランディファイブさんのまあ企画と前田先生の企画もあった中でもさせていただくようになったので、そちらの方に足を運びました。僕はですね、前田先生がうちのお店にいらっしゃった時に、この人ってめっちゃ白いみたいな、それがきっかけでちょっと興味持ってホワイトニングやってみようかなって感じです。ちなみにお二人とも今まで歯が気になって接客中うまく笑えないとか、そういった経験とかそういった思いとかってしたことありますか？僕は今現在進行中で虫歯治療してるんですけど、それでまだ薬しか入ってない仮の歯みたいな感じなんで、ちょっとそこに違和感あるんだろう、しっかりと笑えることがちょっと減ったっすね。歯並びですね。あと白さはやっぱもう少し白くしたいなっていうところがあります。まあ、暗いから分かんないかもしれないですけど、それこそちょっとカノン君が言ったように、前田先生、まあ、うちのトップランディファイブのお店の方にいらっしゃった際にものすごく白くてやっぱり目立ってたので、白い方が印象いいよなっていうのはありますね。はい、こんにちは。湘南歯科クリニック統括院長兼新宿院長の前田と申します。よろしくお願いします。今回はですね、先日僕がですね、歌舞伎町のホストクラブのですね、トップダンディ5さんにお邪魔させていただいて、今日はですね、そこから太陽さんと加納さんにゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先生、実はですね、はいはい、先日ガイドインタビューをしてきまして、こちらにいる3人と、はい、あと以前先生がセラミックを対応したはるかさんの4人の中でどの男性がタイプかっていうインタビューを取ってきましたので、ぜひこれ見てください、はい、これ、うん、めっちゃ差がある。めっちゃ差がある。これはだいぶ忖度ないですか、これ。このチャンネルの忖度があるのかわからないんですけども、圧倒的さが、もしかしたらこれあれかもしれないです、だいぶ年上好きの女性に言ってる可能性も。僕だけだいぶ年齢が違うんでね。実はちょっとアンケート取ってたら、はい、やはり笑顔素敵な人がいいっていうので結構先生多かったです。あ、そうなんですね。見えてる面積がだいぶ違いますもんね。なるほど、クールな感じもいいと思うんですけどね。でも今の方は笑顔が、笑顔が素敵な、第一印象ってやっぱね、笑顔があると。そうなんです、やっぱ確かに白い歯で結構見えてると清潔感というか、その辺のランクは上がるのかなと思いますけど、はいはい、めちゃめちゃ白いですよ。まあ確かに歯の印象でだいぶ顔の印象っていうのは結構決まると思うので、お二人もぜひ歯を白くしてランキングを上げてもらうといいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか？いやー、僕ぶっちゃけ悔しいっすね。やっぱり僕もこれからホワイトニングして白くなるわけじゃないですか、はい、そしたらこの表多分変わると思うんで、確かに、うん、もう一回、もう一回やりますか、ホワイトニングしてからやってもらってもいいですか？別の写真でも一勝負やりましょうか、うん、はい、はい、じゃあお楽しみに。では早速ですね、カウンセリングさせていただくんですけども、はい、今まで結構歌を歌われるってことなので、はい、結構口を大きく開けるっていうことがあると思うので、ちょっとこれ持っていただいて、はい、色気になるところってありますか？気になるところは、まあ、でももともと今見ると結構歯のトーンが一般的な方より結構白いですね。もともと白いので、もう少しトーンを上げていければかなり期待できるかなと思うんですけども、ちょっと見ますね、はい、あと歯並びも、はい、太陽さんもかなり綺麗なので、ちょっとそこは生かしつつですね、あとまあ歯の色ですね、白いトーンを上げて仕上げられればと思います。わかりました、やっていきましょうか。お願いします、はい、よろしくお願いします。では、はい、ホワイトニングを今回やらせていただくので、はい、まずちょっと一回歯の状態を検査して見ていきますね。ちなみに僕、虫歯は現在治療中なんですけど、ね、あ、ところもある。あ、大丈夫です。じゃあちょっとこれ一旦持っていただいて、はい、治療中のところっていう奥歯の方。あ、ここが大丈夫。あ、わかりました。ホワイトニングする箇所としては、はい、虫歯治療を今されている一個手前の歯まで基本的にはやっていきますので、はい、ガーンと開いていただいて、この歯からですね、これ要するにこう前から数える5番目の歯から、はい、で反対側もこちらの5番目の歯までの、はい、いわゆるこう10本ですね、でこれいいって噛んでもらって、で上もですね、同じように5番目の歯から反対側の
点5番目の歯のギリギリ見える見えないところなんですけど、はい、の合計20本をホワイトニングしていきますね。わかりました。浜田さんはすごい歯並びが綺麗なので、はい、あとは色だけ明るくなるとだいぶ映えるかなと。で割れた時に結構口角が上がって最低でも上の4番目ぐらいまでの8本はしっかり見えるので、はい、そこをちょっと中心に白くしていきましょう。お願いします。はい、痛みとかってどうでした？しみる感じはありますね。僕も施術すぐめっちゃがっつり寝たんですけどあ、しみたなっていうのはだからだから感じました。お互い似合っていただいて、お、一緒すぎる。白い、白くなって、変化感じます？わかります、わかります。じゃあ次はご自身見ていただければと思います。はい、はい、いいですか？いいですよ。おお、すごい、ちゃんと白くなってる。白くなってるっすね。たった1回ですけど変化感じられますか？ありますね。僕タバコ吸うんで、それこそこっちの方とか結構黄ばみっていうかはっきりしてたんですけど、そこら辺がだいぶ前歯と差が縮んだとかが感じられるんで、だいぶ1回だけで変わりますね。前歯だけ白かったんですけど結構周りも白くなってるんで自然でいいですね。思ってたより白かったというわけで、今回でホワイトニング3回目ですね。3回目が、はい、終わったということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。基本的にはやっぱ3回やると色がね、結構変わって、かなり変化としては分かりやすいので、ちょっと感想も含めてね、歯の仕上がりをちょっとまた見させていただければと思います。はい。はい、ちなみにどうですか、お痛みとか何か出てます？やっぱり痛いですね。痛い風が当たるとすごい染みる感じがして、僕は1回目2回目はその後のお昼ご飯が一番染みました、ね。うん、直後ですね。でもそれ以外はあんまり染みたっていうケースはなくて、確かに結構個人差もあって全く染みないで3回目終わっていく方もいれば、やっぱり1回目の時から結構痛かったですっていう方もやっぱいらっしゃるので、もともとその、まあ、歯の例えば厚みとか歯の状態によって個人差はねもちろんあると思うんですが、まあ、この痛みってずっと続くわけでもちろんないので、大体24時間ぐらいとは言われてますけども、ちょっと今日3回目終わったばかりなので、ここからちょっとあと1日耐えて頑張っていただければ。じゃあちょっと実際の仕上がりもちょっと見てみましょうかね。だいぶ変わってます、ね、めっちゃ白い。僕実は1回目の時から今日お会いするまで見てなかったのでだいぶ結構白い、うん、これは確かに痛みが出そうなぐらい白い、うん、白いですね。カマさんも、じゃあカマさんもともと白かったですけど、もう1段階2段階はやっぱり犬歯とかそっちの方を見て、うんうん、全体的にバランスよく整ったんで、うん、いろんなムラがねなくなってますもんね。いろんな人から変わったって言われました、うんうん、やってよかったねって言われたんで、かった、本当にありがとうございます、うん。前回のインタビューリベンジしたいということだったので、いやーそれは白くなったんでもちろんしたいですね。2回目の、はい、ホワイトニング終わった後のお写真で、はい、実は回答インタビューしてきたので、うん、あ、そうなんですか。はい、へー、その映像もそちらに用意してありますので。これがそうなんですね。そうなんですよ、皆さん、はい、見ていただければと思います。はい、はい、もういいですか？はい、どうぞ、はい、じゃあ早速スタートします。どの方がタイプかお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、私は4番の方です。おー、やった。理由は何でしょうか？はい、そうですね、やっぱり今パッと見た感じ歯がすごく白くて歯並びもすごい綺麗で、なんか笑顔がとても素敵だなと思って選ばせていただきました。早速ですけれども、この中でどの人がタイプかお伺いしてもよろしいでしょうか？おお、はい、3番。ありがとうございます。よろしければ理由をお伺いしてもよろしいですか？笑顔が3番。ありがとうございます。3番を選んだ理由は何でしょうか？肌が綺麗だから。あ、確かに。ありがとうございます。おお、あ、ありがとうございます。なかなかいいんじゃないですか？この中どの方がタイプでしょうか？1番。あ、1番。ありがとうございます。ちなみに理由をお伺いしてもよろしいでしょうか？一番爽やかな人。お、一番爽やか。なるほど。選んでいただけたらいい感じに割れてますね。せーの、おっと、おっと。一番韓国アイドルっぽい。韓国系が好きだから韓国アイドルっぽい。かわいい感じ。いや、同じ同じで、かっこいいなと思いました。同じで。あれ
どういうことですか。1、2、6、6、4、7、7。あ、なんとうちのお母さん票が1票入ってる。うちのお母さんと親戚票が入ってるんだね、これ。でもなかなかあれですね。どうですか。接戦、はい。写真前のと違うんでしたっけ。そうですよね。ホワイトニングの写真なんで、うん、確かに歯が白くて。もうちょいアップしてみたけどよかったかな。インタビューして理由を聞いたけどで、はい、あのやっぱり笑顔っていうワードと、うんうん、歯が綺麗っていうワードが出ました。おー、素晴らしい。まあ、確かに結構笑顔 の, あのイメージってあの口角がこう上がって歯がガッて見えるっていうのが、うん、もちろん目がニコってするのもそうなんですけど、結構口元で顔が笑ってるかっていう印象っていうのは大きいと思うので、うん、そうですね、うん、まあ、確かに歯が白くなったら歯並びがいいと、まあ、自信を持って笑えると思うんで、ね、うん、自然と口角が上がったり口が大きくなると思うんで、ホワイトニングでこれだけやっぱり結果が出たということで、うん、はい、大成功なんじゃないかなと、はい、思います。でも接戦ですけど、やっぱり先生に負けちゃったんですね。あとは何ですかね、うん、ここまで来たら下と上上下でセラピーして。確かに、そうすれば一応差だったんで、確かにね、変わってるんじゃないですかね、うん、やっぱ先生、まあ、セラミックの専門なんで、はい、白い歯とやっぱりこの日焼けがすごく大事なんだ。日焼けが重要、やっぱちょっと波乗らないとね。コントラスト大事なんだ。やっぱ白い歯を際立たせるにはっていうところもね、まあ、今美白の時代なんで、色が白い方でも本当透明感がある、うん、こうみずみずしい感じの白いセラミックっていうのは非常に香りも映えると思うので、もし票を稼ぐっていう場合はですね、セラミックもいい選択肢だと思います。ご検討ください。はい、はい、今回はお二方のですねホワイトニングを、させていただきました。そして、街頭インタビューの検証もさせていただいて、いかがだったでしょうか。はい、この動画が良かったと思ってもらった方はグッドボタンと、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。